どうもマリアです。今日は忍者です。はい、かけました。忍者です。忍者といえば海外でも日本でもナルトが人気ですけれども、他にも日本のポップアーティストでいるキャリーパミュパミュとかが忍者リバンバンっていう曲を出していたり、日本人の心の奥底には忍びの心が潜んでいるのかなと思う今日なんですが、日本に来たら忍者体験とかもできるって私は聞いたことあるんで、もし皆さん日本に来はったら行ってみたらいいんじゃないでしょうか。バイバーイ。ここまで動画を見てくださってありがとうございます。この紙からチャンネル登録お願いします。スマートフォンの方は下に説明文に登録のところがあるので、そちらからお願いします。一緒に筆ペン書道楽しみましょう。それではまた、バイバーイ。